出る出る出る、おはようございます、釣り子 TV です。この中にですねリールが入っておりますということでね、早速ね開封していこうかなと思うんですけど、ちょっと表の方はねこれ住所とか、佐川急便で送られてきたんですけども書いてあるので、裏側からという感じなんですが、ちょっとどういう感じかな。じゃあこっちから、はい、こんな感じでちょっと開封開封開封としていきますと、じゃじゃーん、出てきたー、イエス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 、はい、あ、まだ見えないですね。この中に綺麗に梱包されてという感じなんですが、じゃじゃーん、はいね、もう毎度おなじみになってきましたが、ジーニアスプロジェクトのゴライアス、これがねついに、ちょっとね懸案事項だった巾着袋が届かないよ問題が解決して、いよいよね、手に入るようになってきたっていうことで、追加でね、もう一台購入ということで、こんな感じのケースね。で、あのね、ギア比とかハンドルの向きとか全く変えてないんですよね。前回買った、ゴライアスと全く一緒なので、改めてになるんですけども、非常にね使い心地がいいということで、これじゃあ早速開けていきたいと思いますけど、ケースがねこういう感じでちょっと高級感あふれる仕様になっていて、ジーニアスプロジェクトって入ってますけども、そしてはい、開けていきたいと思います。はい、あ、これね、この袋がなかなかね、手に入らなくて、でこれがこうやって入ってる、これがね、完成バージョンということで、自分この袋いらないからちょっと先に1台使いたいですっていうことでね、動画の方でも使ったりしてるんですけども、はい、そしてこんな感じで入ってますね。じゃあ早速開けていきますけども、はい、ゴライアスね、またね、左巻きのギア比がですね、8.1 対1のモデルですね。ここでこんな感じでギア比が見ることができるんですけども、そしてジーニアスプロジェクトと入っていて、でボディは上位機種の、グラビアスと変わらないんですけども、このねゴライアススプール、ここねゴライアスって書いてあるんですけど、これが従来のグラビアスよりちょっと深溝になっていて、具体的にはですね、ですね、12ポンドが 120m 入るよっていうことなんで、イメージ的には14ポンドが 100m ぐらい入るとか、そんな印象になるかと思うんですけども、こういう感じね、ゴライアス、これがね実際に今使ってるやつなんですけども、あんまりにもねちょっと使い勝手がいいっていうことで、でこっちには今 PE ラインのこれね、バリバスのナマズ PE の5号が入ってるんですけども、これとまたちょっと違う展開の時に、例えば PE ラインの4号であったり3号であったり、そういうのを巻いて、ちょっと複数台持ってね、海の釣りでね取り組みたいななんていうことで、はい、全く同じもの2台目っていうことで、でこのリール袋が、入ったことによって、いよいよね今検品をすごいね毎日やってるっていうことでしたけども、10月のね末ぐらいには各釣り具屋さんの店頭でね、実際に手に取って、買ってみることができるそうなんで、ぜひね、改めてのところだと、これ従来のグラビアスがあるんですけども、ハンドルがちょっと長くなっているね、これねハンドルがね若干長くなってパワーハンドルになっているっていうとこと、上位機種にはこういう感じで、ラインメモリーっていうねこう便利な何ポンドを、入れてるよっていう印ね、これカチカチカチって動くんですけど、こういうのがついてるんですけど、こちらにはついていなくて、でハンドルの素材自体も、こっちはね海とかでの使用に適したねハンドルが採用されているので、こっちはねちょっとね海で使うとちょっと腐食しちゃう恐れがあるっていうね、そんな感じのハンドルみたいなんで、海では使わないでねっていうことなんですけども、あとは、このね中身の方は開けていきますと、無振動ブレーキシステムが、入っていますが、ここがね、
シールド付きの海水に強い比較的ベアリングになっているっていうことで、例えばこちらの、ねグラビアスを開けると、はい、これねちょっとベアリングが違うんですけども、まあただねこんな感じでブレーキシステムは全く変わらず、上位機種とこっちゴライアスですけども、まあ、ここの使っているベアリングがこっちが淡水用、こっちが海水用だよっていうね、そんなところがねちょっとずつ変わってるんですけども、まあ、あとは大まかにこう見た目の雰囲気ですね、塗装の感じが若干違うよっていうことですけども、まあこんな感じでこっちグラビアスね、こっちゴライアス、ただねこれちょっとミリタリーチックというかね、このマットで上品なね仕上がりのこんな感じの色になってるので、まあ人によってはこういう感じの方が好きだよっていう人もいるでしょうし、ただまあ横に並べてみるとやっぱこのツートンカラーであったりこう差し色であったりね、グラビアスの方がまあ凝ったね作りになっているのと、あとの最初からこの BHK っていうねベイトフックキーパーがグラビアスにはついてくるよ、こっちはねついていないので別途購入してつけてねっていうところとか、あとはこちらには、シャロースプールがねおまけでついてくるんですけど、こちらはねこのゴライアススプール、1個のみなので、まあ、そこら辺が違うかなっていう感じです。あとは、こっちはねドラグクリックオンがこういう感じでついていないんですけども、こっちのグラビアスの方はねこういう感じで、ドラグが出るとチリチリチリってね音が鳴るよ、まあ、ここら辺がね夜のシーバスなんかでもよく使ってるので、ドラグ音はあってくれた方がどれぐらいラインが出てるのかなっていうのが、分かりやすいね。ただ、昼間の釣りとかだったらね、全然目視で見えますので、そんな感じでざっと、見ていきましたが、いよいよね全部揃って10月の末ぐらいから各ね釣り具屋さんで触れることになるよっていうことみたいなので、ただまあ台数はね最初こう検品してある程度ねこう数っていうのは決まってくると思うので、気になっている方は今月末ぐらいね、もうあと10月終わりますけどね、釣り具屋さん要チェックっていうところと、もし気になっている方はねお近くの釣り具屋さんでジーニアスプロジェクトのゴライアス買えませんかっていうことでね問い合わせてみるとね、こんな感じで、出揃いましたということでね、もうねこれがねすごい使い心地いいんで、早速の、2台目なんですけども、これの右左とあとギア比7台のものの右左の計4機種ね、ゴライアスラインナップされますので、お好きなねこういうのが使いたいっていう感じで、ね、揃えていけばいいんじゃないかななんていう風に思います。はい、というわけで、まあこういう感じで開封してみたんですけども、大変ですね、この袋がないからなかなかねちょっと発売が遅れちゃっていたっていうことなんですが、こんな感じの非常に高級感のあるね、箱に入って釣り具屋さんにですね並び出すと思いますので、実際にねこの触ってみると、まずね軽いなっていうところと、あと使ってみると本当にトラブルがあんまり起こらないなというところで、じわじわと好きになる感じのリールなんじゃないかなと思うんで、自分もね、このグラビアスから使い始めて、このゴライアスもね早速の2台目なんで、買いやすい、まあ、2万5000円の、税別ということなんで、各種ね今お得なキャッシュバックのキャンペーンとかね、PayPay であるとか LINEPay であるとかいろんなキャンペーンやってますので、その使えるような釣り具屋さんであればさらにお得に購入することもできるんではないかなということで、ぜひですね気になっている方は、この10月末ぐらいね、釣り具屋さんの方を気にしてみてください。というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら、気になっているですねこのねジーニアスプロジェクトのですね、ゴライアスの、販売状況ね、いよいよ今月末ぐらいに並び出すぞって、こういった動画でした。自分は追加で1台買っちゃいました、ね、はい、また会おうぜ。